これは F1 種の種から2代目のブロッコリーなんですが、なかなかブロッコリーができなくて、やっぱり F1 種だからなのかなという感じがしています。中はなんかこの感じはキャベツなのか、結球しないキャベツのような状態になっています。他のもですね、ちょっと生育が悪くてですね、なかなかこれ一株だけちょっと大きくなったんですが、ブロッコリーの芽が出てこないという不思議な状態になっています。まあどのみちブロッコリー花芽なんで、まだこのままちょっと様子を見ようと思います。いずれ糖が立って花が咲くのはずなので、それがどうなるのかまだ全然わかんないですけど、ちょっと様子待ちですね。まあ1月の20日、また糖が立ったりですね、ブロッコリーができたら、動画の方上げていきますので、ご視聴よろしくお願いします。以上、F1 種2代目のブロッコリーの1月の様子でした。ご視聴ありがとうございました。